総価学会にご関係中の皆様、そして無関係の皆様、つまり皆様こんにちは。総科事部の久保です。今回もね、公明党のね、悪党ぶりについて皆さんにお知らせしたいと思います。ご覧いただいているのは、東京都議会でのことなんですけども、まあ、立憲民主党のね、この議員の方が、小池さんが、小池都知事が耳障りの悪い質問に対しては答弁拒否をしている。 もしくは、なから答える気がないというね、答弁差別をしているという、まっとうな指摘を、証拠をもとに、議事録をもとに、諮問したんですね。そしたら、その質問が不穏当だということで、言論封殺をしました。で、このことを追及した、関口議員だったかな若い議員さんが勇気を持ってね、これじゃ、まともな人間代表さえできないという趣旨のことで、 質問したんですけども、その質問に答えないばかりか、小池さんはね、目をつむって、にやにや笑って知らんぷりをして、代理の方が、そんな指摘は当たらないというね、いわゆる当たらない論法で、当たってることまで当たらないことにして、この関口議員を排斥する手続きに進んだんですね。で、この排斥の手続きも、結局、都議会の承認が必要です。多数決です。その際ね自民党が 小池さんの味方をするのは、まあ、わかるんですけども、じゃあ公明党がね、またね、また公明党が、まあ、コウモリ作戦、有利な方にくっついて、少数派を排除する方向で、自民党を、そして小池都知事にね、味方するわけですよ。まあ、汚い汚い公明党は。公明党は汚くてずるくて、どうしようもないいいところが何にもない <laughs> このいいところが何にもない公明党をね、なんで創価学会の皆さんほどの人徳の高い方がいまだに支持してるのかなと、何かいいところがあったら言ってみろと、ね、いいところ全くないじゃないかと、公明党がなくなったら、おそらくこの日本はちっとはね、綺麗になるんじゃないかなと私は思いますけどもね、公明党の勢力が広がると、なんかいいことあるんですかね、消費税がまた上がるんでしょ。 ね、私たちの国民負担が上がるんでしょそして、小さな声に全く耳を傾けなくなる。そんな政治が続くんでしょ結局、公明党は、有利な方、有利な方にくっついていって、なびいていって、自分たちはね、口を拭って知らんぷりというね。汚い公明党は。もう公明党のこの字、もうこの漢字が使いたくない。うん、これからもね、追求を私の方からもしていきたいと思います。まあもちろん、 私はね、都議会から排除したいんだったら排除しろと。もともと入ってねえよって話なんですけどね。そこで、総科学会の皆さんにちょっと聞いてみたいんですけども、本当に公明党って支持する価値があるんですか私たちの暮らしを、この25年、連立を組んで、こっち、何か良くなったんですか悪くなる一方でしょ。公明党が自民党の後押しをして、もっともっと国民を追い詰めてる。そういうふうにしか見えないんですけども、そういった 悪の組織、二大悪の組織、自民党、公明党の、このね、共謀している二つの組織に対して、なんで創価学会の皆さんが協力するのか。洗脳されてるんですか皆さんは宗教ですか宗教か。宗教なら洗脳されてもしょうがないか。うーん。まあ、最後に一言言いたいです。創価学会の皆さん、目覚めよ <laughs> じゃあ、失礼します。